浮いてるんで。ハイブリシェリーフです。俺はね、アーカイブとラウンジカの扉を開けてるときにサントスさんとすれ違ったけど、ガミさんは見てないのね。あー怖かった。鬼木新エタやった。クレミット、いやもうシェリーはいらんわ。ケンちゃん、はい、はいはい、うーよし。クソボって遠回しに行ってるやついる。あ、年長者、年長者押してくれないからねぎらいよみんな思う。ほんまやねぎらってくれよ。クソボだ。クソボクソボクソボ。すいません。ああ、これは。ようこんなクソボしたな。手かけたぐらいやからよかったまだ。これまだ一旦目じゃないんでしたっけ？違うよ。違うよ。すみません。お願いさん人票も入んないの。なんで俺に入ってる。アルマくんトータス。あれ？ちょっと待って、何これ？誰もいない。はい、おお、ちょっと待って、めっちゃ情報出るな。梅健さんの死体が貨物側の覚え芸で、サントスさんは停電がなる、この最後の停電がなる前にアーカイブに残していって、で僕がラウンジ貨物を全て探して、うん、レポート。いやだから、えか、あー、まあ大丈夫。いや最後まで言って合ってると思う。あ、だからサントスさんが、まあ直近でもないのか、停電になる前だから。合ってる。ちょっとガミさんがね、僕脇一緒なんですよ。貨物脇で、でガミさんは給油と金庫タスクを僕と一緒にやってから上に向かいました。ガミさんが、はい、はいはいはい。だからガミさんは右方向弟子にあると思うんですけど。あ、僕視聴していいですか、うん、シャワーのタスクをした後にアーカイブラウンジ間の扉のところでサントスさんとすれ違ったんですよ。で、ラウンジ貨物って言って、ごめん、貨物の覚え芸見れてないんだけど、死体がないかを確認し、診察で停電、2回目の停電の時に、見たら、梅健さんとガミさんが死んでたのね。うんうん。だから、うん、梅健さんとガミさんはもう2回目の停電前には死んでて、サントスさんは2回目の停電の、後に死んでます。バイタル。あ、合ってます。僕、バイタル見てて、まあ、だいぶ後だから、あの、エレキのタスク終わってから見たんで、まあ、わかんないですけど、2人は、はい。いや、ちょっとさ、先に左側で死人があって、2キル無理そうなのが、高田ハイブリトータスオマオジ。オマオジに関しては白、白、うん、白かな、どうだろう。あ、ブリさんか、白出してほしいですね。多分、停電直したのがオマオジ。直しました。そうね。で、高田ハイブリオマージって結構左にいるはずで、展望あたりで、だからこの辺は隠しろかもしれない。釣らなきゃいけないと思うんだけど、この僕先に。じゃあ、うん、シェリフです。はい、浮いてるんで。あ、ハイブリシェリフです。俺はね、アーカイブとラウンジ間の扉を開けてるときにサントスさんとすれ違ったけど、ガミさんは見てないのね。だからガミさんって貨物だけだとしたら下に行ってると思うんですよ。オッケー、
ドアが閉まってたんだったらアーカイブ左のドアも開いてたから昇降機右誰か入ってるはずだから、ワンチャンガミさん昇降機右かもしれないです。あとね、俺ハイブリッドさんマットだと思うんで、それ以外から進めてほしいの。うん、どうすんの結局。俺は新タク2択でしょ、これの。だってあシェリフこれマットだったらやばいけど、やばいけど、いや、どの道ツリーチンの投票集まんない、集まんない、ね、そう集められない。うわ、ボタン行きましょう。コミュサボ行きます。あ、コミュ俺行く。あ、OK。ナイス。ナイス。あ、道連れないんじゃない。ない。ハイブリが人外だった場合はマットしかないと思う。まあ、出毒でもあると思うし、とりあえず。いや、むしろじゃあ誰か切るか。ん、いや、いや、もう一釣りは行かないといけないんじゃないですか。切るってなるんだったらもう新決め打ちしかないから。いや、だから俺が2キルは絶対無理なのね。うん、てか隠しろレベルだと思うよ、ほぼ。うん、あ、そうなんだ。そう、うん、ほぼマットか。だからあってマットメイトしかない。そう、だから出方的には新様の方が黒いと思ったけど、うん、だから、どっちかわかんなかったから、誰かにキル行使して爆発するんやったら隠しろ残せるし、うん、でもハイブリッドさんはそれマットメイトの可能性はあるんだよね。マットの可能性はある。あ、そうだ、ね、じゃあそれだけしか残んない。うわ、でトータスも2キル多分無理かな。まあそうですね、うろうろしてでキッチンあたりうろうろして最後まあ上の方上がっていってますけど、おまおじさんも無理。おまおじ、はい、おまおじはどっちかって言うとね、うん、最後の方にエレキ、あ、キッチンに入ってきた人だから、うん、とりあえず直近が無理。明役の情報が正しければ、その覚え見てやってきてるわけやから、そのバイタル感にキルはできない。手で直せるか、展望で。じゃあ今日はもう竹尾名やアルマのどっか釣りましょう。そうだね。うん。てかね、うん、しかない。梅健さんだっけ？あ、違う、サントスさんのキルはね、5秒以内ですよ。あ、そんな直近なんだ。うん。サントスサントスさんは絶対5秒以内に死んでます。バイタルを見て停電に なって見てから死んでるのを数えて5秒間数えた時に停電が鳴ってボタンが鳴ってるんで。ちょっと待って。僕ガミさんの方が後で死んだと思ってんだよな。あのね、梅健サントスだったと思うよ、死んだの。あ、いや、それはないっす、実践でも。停電、2回目の停電の前に僕はサントスさんアーカイブに置いてって貨物の覚え切れ死体発見してるから。あ、じゃあサントスさんが2キル目のだと思う僕は。いや、多分俺もね覚えてねえわ。誰ね、死んでた2人は。わでも梅健さん死んでたと思うよ。まず梅健さん死んでた。どうする？アルマ君レポートだもんね。そうなんだよ、ね、アルマ釣りづらいんだよ、ね、若干。そう、印象値的な問題で。別にアルマあるんだけど。どうしますかこれ。一応俺は竹名にタグでいいかなと思っちゃった。お前ハイブリさんちょっと間違えて。間違いの場。新章釣りづらい。ワンチャン負けありますねこれ。まあ釣り切りで。オッケー。あー、よかった。おお。ストライク。危ない。よし。びっくりした、都の間違ったが。いや、釣り切った方がいいんかなと思っちゃって。あ、なるほどね。確かに鬼木は怪しいんですけど、その、うん、ガミさんは上に来てないから、うん、でも慎太郎ハイブリの二択が分かんなかったから危ねえ。ガミさんってどこで死んでました？あれ、はいはい、多分メインのど真ん中ぐらい。あ、そうですよ、倒れてた。うん、その辺か。あ、そうなん。ガミさんは下から行ってますよね、きっと。上です、上です。いい、じゃあ俺上回りで行って。あ、じゃあ俺が見てないだけなのか。ハイブリさんの位置隠しろでマットミートだったらめっちゃ嫌だなと思いながら、それだったら。あ、そうよね。そうですよね。マジ最悪だな、それだったら。ズレもしないし。そう、ズレもしないし、ほぼ負け格かと思いながら、それだけだったわけね。そっか、ハイブリさんあってマットだから釣っちゃダメか、絶対。怖かったんだよな、それは。うん、そうっすね。ミスっちゃいきますかね。はい。はい。はい。